今度は介護老人保健施設で虐待です。胆振の白老町が運営する施設で入所者が体を動けなくする拘束衣を着せられたり不適切な言葉を浴びせられたりしたとして道は施設に行政指導を行いました。入所者並びにご家族の皆様に不快な思いやご心配ご迷惑をおかけし、また町民の信頼を損なう事態となったことに対しまして心よりお詫びを申し上げます。道の行政指導を受けたのは白老町立の介護老人保健施設北こぶしです。施設などによりますと10月に合わせて2人の入所者の頭にたんこぶが見つかり、入所者が職員に叩かれたと話したため町と報告を受けた道が関係者から聞き取り調査を始めました。その結果は頭を叩くなどの暴行は確認できませんでしたが、入所者が臭い、汚いなどの不適切な言葉を浴びるのが常態化していたということです。また入所者4人に対し緊急時でもなく本人や家族の同意を得ずに拘束衣を着せていたことも分かりました。こうした事態を受けて道は昨日施設に再発防止策などを報告するよう求め行政指導を行いました。今回の虐待を受けて施設は先月4日から7日にかけて入所者全員と家族に謝罪したということです。